んばんは。6時のニュースをお伝えします。足立区で4日、信号機を約30台無視したことにより道路交通法違反の疑いで運送業の男が逮捕されました。逮捕されたのは運送業の島田茂容疑者42歳。写真合ってますか。島田容疑者は一般道を車で走行中、32台もの信号機をすべて無視して運転した疑いが持たれています。その姿を目撃した通行人の男性が警察に通報したことにより島田容疑者が逮捕されました。なお警察の調べによりますと、島田容疑者は間違いありません。と容疑を認めている。続いてのニュースです。横浜市鶴見区で5日、バスを無賃乗車したとして29歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは自称無賃2期の白川忠容疑者29歳。無賃2期は5日午後鶴見区のバスを利用しようとした際、現金とスイカがなかったためバスの後ろにしがみついて無賃で利用した疑いが持たれています。その光景を後ろで運転していた男性が警察に通報したことにより無賃2期は逮捕されました。警察の調べによりますと、無賃2期は今回で29回目の犯行だったとのことです。以上、ニュースを